しぶじいね。あなたに会うなんて。あれから何年だったのかしら。少しは私も大人になったでしょう。あなたはいい人。できたでしょうね。お茶だけのつもりが時の経つのを忘れさせ別れづらくなりそうでなんだか怖い。それじゃあさよなら元気でと冷たく背中を向けたけど今でも受話器を置いたけど涙が知らずに溢れ出す。どうかして